はい、こんにちは、富士山ゴルフです。今日もですね、スイング解説動画やります。まあ、最近とこう内容の濃いというか深いというか、ボディーターンはこうですよ、ああですよみたいな話してるんですけど、ボディーターンでというか本当に正しく振れるようになってくると、フットワークのことをたくさん言ってきたんで、まあもうちょっと分かりやすいところでなんとか伝わらんかなと思ってやらせていただきます。今日うちは持ってるんですけど、でね、結局ボディーターンのスイングがなんで大事かっていうと、アドレスした時の形が仮にまあスクエアだとしましょう。で、そっからこのクラブも、クラブ持ってきちゃうと分かりにくくなるんで、これクラブ、フェースと思ってイメージしてみてください。これと自分の関係がいいですか。ローテーションしても当然ですけど、ローテーションしても自分とクラブとの関係がこうフェース面と胸と合わせてろって、もうこれローテーション入れなければ合ってますよね。でローテーション入れた瞬間合わないですよね。ねじり方がわからないんですよ。その僕螺旋のイメージでとか言いましたけど、それのまあ体をねじるねじる言われても、ねじるってどういうことかわかりませんっていうのを一つこう今日うちはこれ使ってやります。いきます。一応胸とうちはの面をこうやって合わせてください。でその時にまあ、であんまりこうハンドダウンはおすすめしません。この時に角度、ここの右手のこの角度っていうのはちょうどこう内輪が地面に対して水平ぐらいの感じで持っておいてくださいね。でこれと自分の胸と合わせて、胸の前から内輪の面が外れない。でここまではまあまあできるんですよ。はいはい、なるほど、分かります。でこっからなんですよ。ねじれ方が分からない人はこっからこうやっちゃうんですよ。で一応これは胸に対してフェース面がなんかこれスクエア、こうスイングプレーンとこの内輪の面ってこう合ってると思うんだよな。分かるか、内輪の面とスイングのプレーンがこれ合ってるよね。でこれは実は捻転してないのよ。これは腕をきれいに、フェースのローテーションがシャフトプレーンと合いましたっていうことなんで、でこれはファーストス一回この段階は全くわからないっていう人いるな。うん、一回はここは通らないか、うん、でもこれは捻転というかねじってはない、回転はしてるけどっていう話、うん、でこれを捻転にどうつなげるのって言ったら、こっから実は捻転の方っていうのはいい、開いていくんじゃなくって、こっからヘッドを起こして立てていくの。要するにこの本当に内輪でこれを本当に見て、あのメインがこういくんじゃなくて、メインがむしろここから下向いていくの。こうじゃないと螺旋を描かないから、はい、分かるかな、螺旋で動かないから、はい、うん、すなわち今これちょっとこうちょっとこれも無理やりに誇張表現する、こっちからの今映ってるこっちからのカメラで、この背骨の傾きとこの今うちわってこうなんか平行っぽく映ってない、こうソロで、うん、でも大体みんな何を目指すかっていうと、ここでこの形を目指すのよ。これがスイングプレーンだから、はいはい、この形を目指すけど、これは回自分を中心とした回転動作、腕の振りを覚えるときには必要、うん、でもこれは捻転じゃないから、捻転しようと思ったらこれを覚えないから、うん、これがあって初めて、これ今背骨と内輪が揃ってるんだけど、はい、面がね、うん、ここへ入れてこれるようになって初めて捻転っていうことになる、うん、だから右手の使い方としてはここからこれ今胸の前にあるよね、あるよね、揃ってるよね、揃ってる捻転って、ここの話こう上がってきたら捻転です。でもこっからこう上がってきたら捻転ではありませんってことで、左手でやってもそれは一緒、胸の前にあります。でこっからこう上がってきたらこれは捻転です、うん、こっからこう上がっていったらこれは捻転ではありません、うん、で皆さんこっちをアマチュアの人は本当にこっちを求めるの、見た目にこれがイメージしやすいで見た形も面があって、うん、そこに乗ってますって。でこれはもう一回言うけど、
ステップとしては必ず通過しないかんとか、うん、で、ああなるほどなって、それやったらわかるって言って、俺がアマチュアの人ある程度納得させるというか、もう時も使う手法やし、動画でもやってきてる、うんうん、それはやってきてる、うん、でもそれは背骨を中心にして自分がクラブを扱えるっていう感覚を身につけるのには絶対いること。うちわとか、もっとちょっと軽いもの持ってきて、ほんでフェース面がすごい分かりやすいのを持ってきて、ここから溜まってきて、ドーン溜まってきて、ドーン、これ多分ずっと胸の前にフェースいるでしょ。ずれてなくない？ずれてない。本当にこう、こういうたかだかこんなんでもすごくこう左も同じ意味、本当やな、小さくまとめても大きく見える。そうだろ、うん、そう、手使わんスイングはだから結局ダイナミックに見えてる。目指したいなっていう流れで、まあ実際結構繰り返したけど、これがちょっとどんな風に映ってるかちょっと自信ないけど、今自分ができる範囲で目いっぱい表現させていただいたつもりです。で、まあこのイメージができてくると、クラブを持ち替えた時に、っていうスイングになってくるんですけどね。やってみ。じゃあ、そうやってあげようとしてない。そう。そっからどうね。こうで、こう、そうだよね。そう。とこう。こうの。うわ。あ、で、これがさ、うん、こっちやるといきなりもうここから上がらんよ。どういうこと？それ以上上げる必要がないじゃん。そうか。だってこう山なんかちっちゃい。うん？こだけ。じゃあ山から入ってくるのは左への踏み込みと同時に山へ。そうよ。そうよ。うん、ナイスナイス。そうよ。そう。そう、この今後ろから映ってるアングルでのこのうちわの面の動き方っていうのが本当にこう参考にしてほしいと言ってんねんけどね。もうなんかね、俺今日ぐらいから4回ぐらい5回ぐらいはもうむちゃくちゃ言うようないけどね。そうやな、そう、これちょっとええんか。これはでもいやでもずっとめちゃくちゃ触らんと思う。触らんで書いて無料でいいかもしれんけど、そう、こっち欲しいんやな。あ、そうや、で帰って欲しいんってあったのかどうか知らないけどさ、オーバースイングって、うん、がなんつったんやろ、そこまでオーバースイングがない。ああ、そういうことか、うん、オーバースイングなくなるよ、うん、うん、なくなる、もうそんなにいかん。そうそうそう、ねじれるからね、うん、そう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 、オーバースイングなくなる、ない、うん、もうそれ入れへんかったらさ、うん、そう、こっちから止めどなく行くやんか。どっから次どっから戻ってくるのになるか。あのさ、画面の外で喋ってくれるのやめてくれるの。しかも、しかも俺だけ置いてくれるの。なんで俺こんなことない。俺一生で見ないと。俺一生で見ないと。レイリエンターで山おうとんのか。そうそうそうだ。はい、行くよ。はい、どうぞ。構えて右手だけで行こう。え、右手で、うん、いいや、こう、こう、
これで肘が抜けたっていう感じじゃん。見えん。ならん。見えん。ならん。これ見えん。そうそう。で、これが、で、こう。で、右足にしろ。上腕でも構えない。上腕。こう。蹴ってきてる。で、こう抜けてるか。だからこう、背骨の面とフェース面が平行じゃん。平行じゃん。もう一回いくよ。構えるじゃんね。こう上がってるじゃん。こう上がってる。ここや。ここや。こう、こうや。こう、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 はい、踏み込むね、はい、踏み込んで、そう、で、こう入る、こう、そしたら、ずっとフェース面と胸の関係は変わらない、変わらない、そう、そしたら、手なんか、だからプロゴルファーは、いやいや、手なんか返さないよっていう、こうやって。そのままそう、このままずっと、そう、ずっとこのまま、はい、踏んで、こうまお前、ずっと生茶がおる生茶ずっとこんな生茶ずっと俺のとこ分かんないよ、生茶って何やねん、思うよ、生茶店だ表現としてものすごくやってる方が言葉にできないと、とにかくモーションを見て盗んでくれ的なことを最近やったらやってるっていう自分でそういう自覚でやってるんですけど、なぜ言葉にできないかっていうと、もうコンビネーションさせてる箇所が多すぎるんですよね。ここがこうです、ここはこうですっていうその一箇所にとどまらないんですよ。ナイススイングって今の特にそうですけど、フェースを自分の前である程度、まあフェース面を自分とスクエアにしたまんまスイングをしなければならないっていう話っていうのは、ありとあらゆる箇所のコンビネーションがうまくいかないと本当に今やったうちわの動かし方なんていうのはできないので、だから本当にそれぐらいすっごいこう、それぐらいゴルフスイングってね、ものすごい語り尽くせぬぐらいにはどれだけでもできるんだけど、それをさ毎回まとめ上げるから、こんな表現の仕方、こんな表現の仕方っていう風にやってます。ということで本日はこの辺でありがとうございました。